ね、人付き合いの関係性とかはすごくいいと思う。それはもう本当にスタッフさんもそうやし、お子さんもそうやし、辛い時とかあっても子供たちが元気にいてくれたらそこから元気もいただけるんで、逆に、はい、こっちまでももらっちゃってるから、はい、本当にいいです。どうも、日本一バズってる介護していくとかのガプリンです。本日はですね、大阪の東住吉区にあります放課後とデイサービスアンシャンテさんにお邪魔していくんですけども、事業所内での活動以外にも畑やったりとかそういうのもやってるみたいで、今ねトラクターみたいなの音が聞こえてるんで、まず一旦そこに行ってみたいと思います。レッツゴー。こんにちは、こんにちは。どうもどうも。あ、どうも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 、こんにちは。なかなか迫力ある音ですね。代表の川田さんですね。あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ほんまに畑ですね。もうめちゃくちゃ普通に。そうですね、大阪市内でも多分農業領域いうてやって、この広さやってるのは多分うちぐらいちゃうかなと思いますわ。でしょうね。クオリティがちょっと本気ですもんね。まして今のお子さんがね操作されてて。あ、そうですね、はい、すごい。教えることはちょっと教えさせてもらってみたいなところはね、いいですね、あるんで、あんな感じで虫捕まえたりとか。そう、やっぱ自然に触れれるっていうのもその中だけではできないことですよね。そうですね、醍醐味というかいい部分なのかなと思います。ぜひ、はい、この後子供ら過ごしてる事業所に、あ、なるほどなるほど、はい、行ってもらえたらと思うんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。はいはい、到着しました、はい、アンシャンテ2ってことは1があるんですか？あります。あ、そうですね、はい、あります。放課後デイサービスっていうことで、障害を持つ子どもたちが学校が終わった後の時間、まあ、うちの事業所に来て子どもたちが過ごすということで、農業領域やってたりとか、おやつ作りとか、はいはいはい、ダンス活動とか、でさらにはフットサル場の方が。フットサル場持ってるんですか？そうです、コートがあるんで。やりすぎです。そこでちょっとサッカースクールとかも。すげえ、めっちゃの活動的ですね。なんかゆっくり過ごしてもらうというよりはもうガンガン活動しようぜみたいな。そうですね。じゃあ今回は本当にそういったまあいろんな活動であったりとかにもまあ取り組んでいただけるようなまあスタッフさんを一緒に働ける人っていう感じですね。あ、そうですそうですそうですね。なるほどなるほど。はい、ではスタッフさんの八号さんに来ていただきました。はい、お願いします。お願いします。こんなここなんかアクティビティ、そうです、ね、多いですよね。ここなんで知ったんですか？求人見た時にインスピレーションというか、あ、ここだって思ったところがここでした。今で、何年ぐらい？8年ぐらいですね。8年も長いですね。どうですか8年間その、まあ、ギャップじゃないですけど、思ってるよりももっと良かった。あ、ほんまですか？プラスですね。でもほんまなんか楽しそうにやっぱねされてたし、友達じゃないんやけど。いや、わかります、わかります。なんか、はい、うん、なんかそれに近い空気感でお互いがみんな接してて、垣根がほんまないなと思って、それはすごい感じましたね。職員さんとこのスタッフさん同士の関係性はどんな感じなんですか？めっちゃいいと思います。でしょうね。でしょうね。誰が長い誰が短いとかまとめて分かんないっていうのはすごいいいことだと思うんですよね。人付き合いの関係性とかもすごくいいと思う。それはもう本当になんか本当楽しく仕事仕事みたいな気持ちじゃなくて働いていける場所なんちゃうかなって、本当いい意味で。結構これダンスとかもフットサルもあるわけじゃないですか、そういうのに別に全く触れてこなかったとかでも大丈夫そうですか？はい、あ、全然運動部ですらなかったです。そうなんですか？おやつ作りもまあ担当してるんですけど、はい、料理も全くしないんですけど、それでもやってきてるので全然大丈夫。じゃあ本当に何もできない状態で8年間ね続いてるんであれば、そう、本当にそうですね、全然大丈夫ですよねと思います。こっちが熱意を持って接すると子供たちもやっぱ感じ取ってコミュニケーションを取ってくれたりとか、すごくそこにつながるところかなと思うので、ほんまにやる気があればあるほど楽しいと思うんですよ、こういう仕事って。本当そういう方にはやっぱ向いてますね。向いてると思います。ぜひ来てください。ぜひ。はい、それではね、アンシャンテ1の方に来させていただきました。お願いします。お願いします。お二人は働いてどれぐらいなんですか？社員になる前に僕はアルバイトとして働いて、はいはい、社員としては今4年目、そこまで含めると今9年目になります。結構長いこと、はい、どれぐらいですか？まだ2日目です。2日目、よう出てくれましたね。はい、じゃあここは今こう体験としてじゃ来てるぐらいの感じで。はい。あ、そうですか。まだ働いてない方にじゃあ僕はインタビューをしゃべってるんですね。申し訳ないですね。やっぱ働いてる中でその楽しさって大きいですか？辛い時とかあっても子供たちが元気にいてくれたらそこから元気もいただけるんで、逆に、はい、こっちまでももらっちゃってるぐらいの、はい、本当にいいですらしいですよ。でもやっぱり職員間の中の良さっていうのはやっぱ変えていきたいですね。なんかさっきの、あの2の方でもそれはおっしゃってくれて、ここだとその距離が近いもので、はいはい、ヘルプで行ったりもしてるんで、事業所の垣根も超えてちょっと忘年会とかもまとめてやってますし、そういう意味では距離も近いし、もう先生みんなが仲いいっていう感じなのは絶対にいいところだと思います。ここのね、はい、大きいポイントですね。はい、ありがとうございます本当に。
すごいですね。もうあの、はい、正直思ってた以上に本気でした。本当になんか今日一日通して、まあ、ダンスとかもそうですし、そのやつ作りとかもそうですし、なんかどれ一つとってもお子さんのことを考えてやってはるし、お子さんからしても職員さんからしてもこんだけ一個一個気合い入ってるとやっぱ面白いなと思って。クオリティの部分っていうのはちょっとこうできるだけ中途半端じゃないというか、形から入ることがやっぱり思いを引きつけるっていうところにつながってくるんで、アンシャンテもその魅了するとか魔法をかけるっていう日本語訳なんです。子供たちがこうやりたいって思えるというか、子供たちがやっぱりグッとこう引きつけられるようなものじゃないと、スタートが違うことによって最終的なゴールに変わってくるとは思うんで、まあできるだけその引きつけるっていう部分をまあやっぱり名前の由来にもさせてもらってますし、理念としても使わせてもらってるんで、まあ、半信半疑で、ね、初めて10なのが10年前ですけど、その当時はやっぱ小学校2年生とか3年生とかっていうちっちゃいコーラーが今高校生とかなってるんですよ、高校農業系の学校を選んだりとか、なんか就労先を、まあ、畑あるところ選んだりとか、斡旋してるわけでもないんですけど、自然となんかそういう選択肢が増えてるっていうのはいいと思いますよ、はい、なんかありがたい限り。今後とかどうしていきたいとか、それこそ求職者の方にメッセージとかあれば。そうですね、アンシャンテ自体はその食育と運動っていうとこ、療育っていうのを大切にさせてもらってて、将来的に大人になっていった子どもたちってどれだけやっぱ余暇活動が充実するかって、僕はめちゃめちゃ大切だと思ってて、何のために仕事頑張ってるかってなった時に、例えばまあ自分とかだったらこうサッカー好きやったりとかするんで、そのサッカーする時なんかこうかっこいい靴欲しいとかって言って、まあじゃあそれ買うためにお金を手に入れなあかんと思って仕事するわけで、原動力にね。そうそう、そういうのをやっぱりこの放課後デイサービスの時間でどれだけ作っていってあげれるかっていうのはちょっとこうテーマにはしてるんで、僕らって本当に0歳から始まったので、一つの事業所で見ることができて成長を見れるっていうところも楽しみの一つと思うんで、はい、あの選んでいただければいいのかなと思います。もう本当シンプルにいいなって、気になるなって思ったら、はい、来てくれたらいいですね。見学とか体験からでも全然、はい、ぜひぜひ、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガップリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。